スマホに入っていたよくわからない写真。というわけで、あつんです。スマホで写真の整理をしていたら、なんかよくわかんない写真がいくつかあったので、今日はそれをご紹介したいと思います。あつん TV。 じゃあまずはこちらから。チョモランマパーキング、チョモランマ駐車場。何を思ってチョモランマにしたのか気になるところです。はい、ではお次はこちら。愛犬の糞は飼い主さんが必ず、なんだよ、まあおそらく消えちゃったんでしょうけども、こうなんだよって思わせることで興味を引くっていう看板なんじゃないかと。はい、お次はこちら。立ち飲み焼酎小杉っていう店の名前なんですかね。そんな濃いのかと気にはなります。あとこのウーロンハイのところ、ウーロンハハイになってますね。ウーロンハッパイなんでしょうか、よくわかんないですけど気になるお店ですね。はい、ではお次はこちら。モンローです。マリリン・モンロー、でかいです。道端に突然現れるんでね、ちょっとインパクトがでかいですね。後ろにある看板屋さんの宣伝なのかなんだかよくわかんないですけど、まあ、ちなみに下にいてもパンツは見えません。お次はこちらです。はい、亀仙人。もう名前のインパクトだけのお店ですよね。中には入ってないんですけど、店頭のメニュー見たら天津飯はなかったんです、残念ながら。じゃあ最後はこちら。はい、メダカです。怖くて矢印の方には行けませんでした。皆さんも変な写真入ってないですか？なんで撮ったんだかよくわかんない写真も結構あるんですよね。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow.